Treasure of Despair。 これこの曲がですね、あの実はカラネがホロライブのオーディションを受けた時に選曲した楽曲となります。あい、この曲かっけーなと思って、あとなんかちょくちょくさ英語が入ってて、歌ってる、お、こいつなんかポテンシャルあるぞって思われるのかなって思って、ちょうどその時にアイリス先輩が割とどうだろうアイリス先輩デビューしてからちょっと経ってたけど、割となんかシンガーで新しくデビューした方で初めてのオリ曲だから、きっとこれは歌向けの楽曲ですと。じゃあオーディション向けではちょっと考えました。私アイリス先輩お歌うまいし、初めてのオリ曲だからね、売り出すとしたらお歌見せられる曲にしたいなって思うと思うの。カバーの考えを読んだで、ちょっとカラネもお歌アピールしたいから歌唱力見せられる曲がいいなって思って、この曲を選んでね歌わせていただきました。賢い、照れちゃうないや、なんかオーディションっていろんな人の中で目立たなきゃいけないから、お、なんかこいつありそうだぞって見える曲をちゃんとピックアップ、選曲大事だからね、マジで。もしこの中でホロライブ入ろうとしてる子がいたら、選曲大事だぞ。歌唱テストあるかどうかわかんないけど、どうかな。リグロスは歌とダンスユニットだからたまたま会っただけかもしれないけど、もしホロライブじゃなくてもアイドルとかでも選曲は割と大事なんじゃないのでしょうか。英語で Darkness Fade Away って歌ったらかっこいいじゃんねえ。 I will guide your way Hope has descended、 かっこいいんで、なんかあるぞっていうのを見せるために歌ったっていうビハインドストーリーです。